前回のカズクラ、カズクラやられたらなんかするかもしんないという疑惑で炎上をしていたようだ。そんなわけで、わかった、エデン引くよ。というわけでエデンでカエルさん、うわめんどくせえやつ来たわ。カエルさんをなんとか集めてカエルさんへの道を作る、ちょっとしたことなんだけど結構大変だったんだぜ。さあ今日は何しようかな。はい、どうもこんばんは、カズクラでーす。坂井さんだーだ、カズクラ大変なんだ、急いで急いで。なんか何起きてんだ。さっきエデン行ってたんだけど、帰ってきた瞬間そのままマグマに落下しちゃったんだ。え、ちょっと待って、あんなところにまだ浮いてる浮いてる浮いてる、あっこに。待て待て待て、行くぞ行くぞ。うわー、あちゃ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 、瞬間移動すげー。ホルゾー君は無事でしょうか。カズクラありがとう。よかった。本当にありがとう、カズクラ。気をつけろよ。なんかエデンから降りたら落ちちゃったって聞いたんだけど今。エデンから帰ってきたら、ジュってすぐ成仏しちゃったんだ。そろそろカズクラワールドに帰ろう。よいしょっと。何が起こったんだ？いや気をつけないとな、本当にいろいろと。本当気をつけよう。坂井さんだ、まずアイテム取ってきたら。わかった、ちょっと取ってくるね。あ、そんで、そうだ、これあるだろ。旗のことか。めちゃめちゃ不評なんだ。なんでかわかるか。かっこいいけどな、どうして不評なんだ。坂井サンダーがこの中でチラチラしてたのはこれで見えなくなったって不評なんだこれ。なるほど、剥がそう、こんなものは。坂井の可愛さが必要ってわけだな。ほんとそれなんだな。お靴は履いたかい。靴も何もなかった、食料もこれで最後だ。嘘だろ、これやるよ。ありがとう。なら今日は安全なことやるか。ちょっとそうしてほしい。この前さ、地下の村、地下に村人いただろ。この前治療したやつだな。ほんであっこで多分生活したいって言ってると思うんだあいつ。だから地下にね、あの村を作ってくってのはどうだと思う。これいいと思う、お家も作ってあげたいね。そうだよね。んならちょっと地上っぽくするっていうことで今日は土張り行くか。そうしよう。早速持ってくぞ。ここに土がね、土の在庫がいっぱいあるんだよ。ほら土って書いてあるだろ、このシュルカーボックスごと持ってってくれよこれ。了解。ちょっと待ってね。はい、はい、靴ありがとう、カズクラ。よし行きましょう、レッツゴー。よし、坂井さんだ、覚えてるか。覚えてるぞ、行くぞ。おお。な、な、行くぞ。とや、お、お、な、やべえ、やるじゃん。うち上達してきてるだろ。やるじゃん、怖えぜ。成長だ。ほんとだな。というわけでやってきたぞ、地下村に。ある程度残しとくもんは残しとくか、これ。そうだな。で、そこマグマの泉とか作っちゃう、これ。もしかしてうちもそれいいかなって思ったよ。そうするか、これ。ただめちゃくちゃ怖い。ああ、なるほどね。ガラス張ろうよ。ああ、落ちないように。大丈夫だ大丈夫だよ、心配すぎる。だな、ちょっと丸石でちょっと囲っとくね、これ。あちゃ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 。え、なんだなんだ。マグマ怖い。夏の日に松明に吸い寄せられるガのごとく、坂井サンダーはマグマに吸い寄せられるのであった。あばばばばば。ベッドで寝とけ、ベッドで。とりあえずすやすや。あー、よく寝たー。危なかったー。何やってんだ。ちょっと触れただけなんだよ。気をつけないとな、本当に。んなら、どうしようかね。あ、じゃ、あ、じゃ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 、ちょっと触れたんだな。こんなんでどうだろう。とりあえず、今マグマ閉じ込めといたから。とてもいいな。こんなんで一旦置いとこっか。そうだね、なんとかなりそうだね。今回さ、もうやっぱね、この起伏をちゃんと使ってった方がいいのかなって思うから。あ、でも家建てたい場所、こことか特に平らにしたいからさ、このへこみは見なかったことにして、この下はここの段で合わそうか。オッケー、こんな感じだね。いいねいいね。
そんでさ、こう暗くなってまた湧いちゃうからピッてやって、お、明るい、ピッて、いいね。で、これの周りに普通の草がバーってくると多分いい感じになるんだ、これ。なるほど、ライトを入れるのはランダムでいいのか。これランもう適当でいいよ、適当で。了解した。いやでも最後の方でもいいし、今これ湧きそうだなと思ったらもうやっちゃっていいから、これ。わかった、任せて。まあ、というわけで今から土タイム参りますか。すごいこれ塗り絵みたいで楽しいかもわからんな。意外と土化できそうだね、これ。すぐできる気がしてきた。一回このベッドを剥がしちゃうよ、これ。わかった、死なないようにだな。いや、死なないようにじゃない、死ぬ。なんで明言するんだ。間違いない、死ぬ。そんなことないかもしれないじゃん。侮っちゃダメなんだ、これ、マイクラってのは。信用がないな。侮ったら死ぬ。侮ったら死ぬ。そう、覚えておきます。お、その上級テクニックを酒井さんだわ。なんだい。ちゃんと適度に草を、カズクラを見習ってちゃんと勉強してるんだ。うち偉いだろ。どうして草ブロックを置くのか、みんなに教えてあげようぜ。これを置いておくことで増えるんだ、これ、芝生みたいなのが。ほんでだ、これ多分明るくないと繁殖しないから、こうやってやっておくと。あ、なるほどなるほど。ほら、あ、ここら辺増えてきてる。ほら、見て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 。ほんとだ、増えてる。こんな風にお金も増えるといいのにな。そうやって増えたお金は幻だから信用するな。そっか、確かに。あぶく銭って言うんだ、多分専門用語で。すぐ消えてしまうお金ってことやな。そうだな、それはそうだ、間違いないな。ハッとしたよ。気がついてくれてよかったよ。危なかった。よくそれで金銭感覚おかしくなって変になっちゃう人いるもんな。いるいる。気をつけないとな、カズクラも。そうだな、気をつけよう。気をつけよう。これ道なんかも今回作れるんじゃないのかな、軽く。作れそうだね。なんか思った以上にスイスイ行っちゃってんだ、これ今回。村人さんの家はどうする？多分村人さんの家はね、ここなんじゃないのかなと思うんだけどな。あ、でもどっか崖庭に作ってもいいかもわかんないな。あ、なるほどね。ということはやっぱまだまだ足りないぞ、これ土の張り方が。頑張らないと。ではちょっとしばらく頑張ってみよう。プレイ。そういえばこの前マグニーさんの誕生日だったらしいな。マグニーさん知ってんのか。もうあのおじさんも40歳になったらしいぞ。働き盛りのいいお年頃だ。本当だ、それだ。本当にこの年になってくると1年が早いからな。うちはまだまだ子供だからその辺はわかんないな。あ、わかんないのか。一つなんかデータ的なもんで、年がいった方が時間の流れはやっぱ早く感じるらしい。そうなのか。ただ20歳の子もいるよな、視聴者さんで。20歳で人生の半分過ぎてるらしいぜ。時間感覚的に半分生きちゃったらしいぜ、20歳で。そうなのか。おつでーす、おつでーす。20歳過ぎたみんな、おつでーす。あとは駆け足らしいぞ。いろいろでも人によるからな、時間の感じ方は。いっぱいなんか濃いことやっていこうぜ。やっていこうぜ。サンダーさん。はい、サンダーだよ。どうだい調子は。とってもいいね。いいだろ。あ、いいじゃん。なかなかすごいね。めちゃめちゃいい土張り替えじゃん今回。いい仕事したな。これどう、ここら辺の張り方いいでしょこれ。すごくいい、すごくいい。ここら辺のなんか高さ決めてなんかやった方がいいよねこれ。確かにそうだな。ちょっと頑張って高くやりすぎたかな。ここすごい頑張ったね。ちょっとね、楽しくなってきちゃってこれ。わかる、本当に楽しいよ。やばいよなこの楽しさ。この真ん中の柱あるじゃん。うん。これを巨大樹に変えちゃってもいいかもしれないね。ああ、またなんか手間のかかること考えるな。将来的にできたらいいな。な、いつやるの。あとでしょ。よし、そうだな、あとにしよう。夢は広がるね。うわ、めちゃくちゃいい。もうちっちゃい家でも作っちゃう。なるほど。ベッドさえあれば村人は寝れるんだろ。うん、もう
いえ、まあ、作るね。なんかちょっと心配だな。やっぱりこれ、気にしたいな。もしかしたら酒井さんだが、裏蔵でこれを気にしているかもしれない。そんなことがあるのか。まさか。見て、簡易ハウスの完成だな。木材はあるか。木材は苗ならあるよ。何本か適当にペペってやっといてくれ。了解。で、木が生えたらドアを張って、で、それまでもう少し本気で周りをね、頑張っていこうか。俺わかった。お、木が生えてるよ。木がめっちゃ集中してたわ。お、生えた生えた。あとはこれを使って本当はだな。よし、作ってやってくれ。どうしたんだその金のタイツは。さっきゾンビからもらったんだ。おお。奪い取ってやったわ。恐ろしい。できた。ちょっと解放してあげよう。これどうかな。あ、入った。やった。おお。あ、寝てる寝てる。やーって、あ、こいつにちょっとお友達だから名札つけていなくならないようにしてあげないとな。えい。はーい、というわけで完成でございます。やったー。これだいぶなんか明るい未来が見えたんじゃないのこれは。うん、すごく夢広がるね。やりたいことできちゃったよ。やりたいことができちゃって、あとはもうちょっとマシな家作りとかやってみようか今度。そうしよう。というわけで今日はこんなとこで終わりたいなと思う。これ昔売ってたんだ、地下村作ろうかなみたいな。そういえばサンダーのおかげだこれ。数残し1個消化だな。そうだな。もう2022年やり残しなんかなしでいくから、どうぞ最後まで見ててくれな。お願いします。うん、じゃあまたお会いいたしましょう。じゃあのー、バイビー。